はい、こんにちは。1月26日です。今日は私が興味を持ったことをお話しします。雑談だと思って聞いていただければ幸いです。12月後半にウクライナのゼレンスキー大統領がワシントン DC を訪問しましたよね。どうやってキーフを出てアメリカにたどり着いたんだろうって結構不思議に思っていました。でその前も アメリカとか、まあ、あとはいわゆる西側諸国と呼ばれる国から政治家たちがキーフを訪問したりしていてこの人たたちはどううやっっっってててウクライナにに入っているんだろうって、まあ、ずっと不思議に思議ました特にナンシー・ペロシが、まあ、いつも通りのお化粧をして派手めな色のスーツを着てキーフに行った時にはうん80歳を過ぎている世の中ではおばあさんっていうカテゴリーに入るこの高齢の女性が。 どうやって誰にも見られず、誰にも襲われずにキーフに来られるんだろうって、ものすごく不思議っていうか、違和感を感じていました。で、ちょっと調べてみると、ゼレンスキー大統領の訪米の方法については、表向きの情報は普通に報道されてるんですね。まあ、本当のところはわからないです。でも、 表表向き発表されているのはこんな感じですまず、ゼレンスキー大統領は12月20日にウクライナ東部ドネツク州の激戦地バフムートを訪問しています。これはなんかニュースで見かけて知ってた。で、バフムートの最前線の兵士を慰問した後に夜行列車に乗ってウクライナを出国し21日未明にはポーランド南東部にあるプシェミシルという駅で、 アメリカの駐ウクライナ大使ブリンクさんという人と一緒に歩いている姿が撮影されています。で、ゼレンスキー一行はそこからアメリカの政府御用達のゼネラルモーターズ G.M. のシボレーに乗り換えて、で近くのジェシュフ国際空港というところからアメリカ空軍のボーイング C. 4 0 B 輸送機に乗り込みました。もうめちゃめちゃアメリカが助けてますよね。で、ロシアの潜水艦を警戒してほっ 今回の上空は NATO の軍用機が巡回でアメリカ空軍の F-15 戦闘機もイギリスの基地から出動してゼレンスキー大統領がイギリス領空内に入るまで護衛したと言われていますゼレンスキー大統領が無事アメリカに向かっていることを確認した後にアメリカ政府高官が電撃訪米をメディアに明かしたという流れだそうです そして離陸から10時間ぐらい経った頃ワシントン DC 近郊のアンドリューズ空軍基地に到着でその12月21日のうちにゼレンスキー大統領は上院下院の合同会議に出席してそこで演説を行って22日にはすでにヨーロッパに戻りポーランドの大統領と会談した後キーフに帰宅しています。 私はその12月21日、ゼレンスキー大統領の演説は、結構ね、ほぼリアルっていうか直後に見ていました。和訳しようかな、どうしようかなって思ったまま、1ヶ月が経っています。で、ゼレンスキー大統領には、もちろんスピーチライターがついてるでしょう。でも、通訳を挟まず、まあ、東欧のアクセントはあるものの、英語で演説をしていました。 で演説を聞いて改めてなんでこの戦争始まったんだろうなと思いましたウクライナ側の言い分ロシアの言い分それぞれありますよねそして周りの外国の思惑がかなり絡み合っていてみんなどんなニュースを見てどんな動画を見て 誰の話に耳を傾けるかで言いい分は随分違うと思いますでもどれも二次的な情報自分で経験したことではありませんよね。でゼレンスキー大統領の演説も私はまあいつも通りまあまあ冷めた気持ちで一歩離れて聞きました。でも印象に残った部分が2つあります。 ウクライナは米軍に代わりに戦ってくれと求めたことはないっていう言葉と、あと私たちは文句は言わないっていう言葉でした。ゼレンスキー大統領の演説はもう聞きましたっていう方がほとんどかもしれませんが、ここでゼレンスキー大統領の演説概要を紹介します。なんかさてはウクライナのましもだなとか、 バイデンとウクライナはズブズブですとかなんかいろんなコメントがあるかと思います。でも少なくとも私はウクライナの回し者じゃないです。そしてロシアの回し者でもない。あとバイデン一家とウクライナの件はもう結構前から聞いてます。2年前に動画にしたこともあるような気もします。削除しちゃったかもしれないけど。でも結局それも自分の目。 自分の耳で直接経験したことを動画にしたわけではありません。ここ数日アメリカだけでなくて、ドイツもレオポルド2っていう戦車をウクライナに提供することが決まって、私結構複雑な心境ですが、とにかく演説を訳して用紙を紹介したいと思います。じゃあちょっと演説の内容に行きます。あらゆる見込みや悲観的なシナリオに反して、 ウクライナは陥落してはおらず健在です。私たちは世界の心をつかむ戦いではロシアに勝利しました。このことが私たちに勇気を与え、全世界を振り、振り立たせています。戦争の勝利への分岐点にたどり着くためには、あなた方の支援が不可欠です。大砲には感謝していますが、十分とは言えません。ウクライナは、 米軍に代わりに戦ってくれと求めたことはありませんウクライナ兵たちはアメリカの戦車や飛行機を自分たちで完璧に操縦することができます財政支援も大変重要です皆さんからのお金は施しではなく世界の安全保障と民主主義への投資となるでしょう私たちには平和が必要なのです 私たちの平和への公式、方程式みたいなやつ、今後数十年にわたる共同安全保障のために実施すべき10の項目があります。首脳会談を開催することができ、バイデン大統領が平和構想を支持してくれたことに感謝します。あと2日でクリスマスです。ろうそくを灯すのはロマンチックだからではなく、電気がつかないからです。 何百万人もの人々が暖房も水道も使えない状態ですすべてはロシアのミサイルとドローン攻撃の結果ですしかし私たちは文句は言いません人々の幸福は国家安全保障の産物であり独立のための戦いの結果であり多くの勝利によってもたらされるものだと思うからです今日ここに立って アメ,リカアメリカ市民はその正義の力によって絶対的な勝利を勝ち取るだろうと言ったフランクリン・ルーズベルト大統領の言葉を思い出しますウクライナの人々も必ず勝ちます世界の多くのことが皆さんにかかっています私たちは立ち上がって戦いそして勝利しますなぜならウクライナアメリカそして自由な世界は団結しているからです えー、演説は以上ですこれね知ってたら教えていただきたいんですけどゼレンスキー大統領は日本を訪問するんでしょうかあと日本の政治家がキーフを訪問したりしていますかもうあんまり深入りすると武器や兵器を日本も提,提供しなければならなくなるな嫌だなって思います。戦争なんんて何でするんだろう なんか国境はこれまでの歴史でさんざん変わってきて一見すると落ち着いているようにも見える第二次世界大戦後ももう疲れたなうんでもなんかこういうふうに考えるようになるとじゃあ世界統一政府にしましょうっていう案に絡め取られてしまうのかもしれないですね。 今回つまらないと思った方近いうちにサイキックの和訳もするので少々お待ちください。というわけで stay safe stay healthy。